元気者やですけど申します。今回はカメックスという初代の御三家を使ってラングマッチも打っていきます。皆さんレギュレーション H になってからね、まあ、ガチグマとかサーフゴーとかね、まあ、その辺やっぱ突破するの大変じゃないですか、まあ、そんな時にね、あまあ禁電がいたらなみたいな、そういう時にね、皆さん結構思うと思うんですけれども、このカメックスが実はこれ禁電を超えているこということを知らないんですよね皆さん。なんでこのカメックス使っていくんですけども、まあ最近なんかいろんな人が使ってるのはこのカメックスが殻を破るを打って、まあそっからまくっていくみたいなね、まあそんな方が多いんですけど、今回はこだわりメガネを持たした特殊アタッカーとして使っていきます。で技個性としてはまあこんな感じなんですけど、まあほぼほぼこの使用機1本でねやっていきます。この使用機を使えるのはこう海洋ガとカメックスぐらいやったかな、うん、なんで、まあ、これがね、あのカメックスのレギュレーション H における1000倍特許ですと。それをですね、まあ、こだわりメガネで、なおかつ、特効が、アップの控えめで使うので、これ、かなりですね、海洋顔もしのぐほどのね、火力になるんじゃないかなと思います。で、さらに、こう、特製の雨受け皿で、HP をね、雨の時、ちょっとずつ回復できるので、まあ、使用機のね、火力が落ちちゃった、HP 削れちゃったみたいな時もね、雨受け皿でしっかりと、HP 回復して、使用機の火力伊達を取り戻していくと。まあただね、まあそうなると素早さがねちょっと足りないんじゃないかみたいなね、まあそういった声があると思うんですけれども、そこはちょっとペリッパーの追い風とかでサポートすれば、スカーフ海洋画よりも早く、火力も出るんじゃないかなっていうところが、このカメックスの強みになっております。まあやはりね、このたくましい体で甲羅を持ってるんですけども、やっぱこの甲羅を持ってるからこそのカメックスだと思うんですね。もう殻を破ることなく自分の潮を吹いてほしいです。それではランクマッチングしましょう。お願いします。はい、マッチングしました。マーティーさんお願いします。相手のバディはグライオン、サザンドラ、ガブリアス、サーフゴー、ミミッキュ、サーナイトというところで、いやこれね結構カメックスの刺さりがいい気がするので、これ行きましょうか。これ初手ペリッパーからの裏カメックスのこの夜猿でどうにかまくっていけないかな。お願いします。はい、お願いします。サザンドラから入ってきました。オッケーオッケー。そしたらこれペリッパーがねこれ色違い出てくるので、サザンドラからの一撃であればね、まあ、そこまで大したことはないと思うんで、追い風一気に行きましょう。ステロ、うわー、これちょっとね、あれに痛いんすよ。なんだっけ、カメックスに痛いんすよね。これステロ入ると、メインウェポンの潮吹きのダメージが下がっちまうんだよな。ただ、まあ、ここはね、追い風ターンをしっかり後ろに残したいので、まあ、ステロ巻かれてもしょうがないでしょう。ここは、トンボが行きます。上からトンボが入る。ってことは、これ多分、いや、何これ。あ、レッドカード、そっか、多分追い風で上取ったって感じか。何が出てくる？カメックスか。来た、カメックスが出てくる。いやー、でもこれ、サンドラが何、なんか食らっちゃうかもしんない、これ。まずい。あー、吠える、なるほど。いやー、どうだろう、このサザンドラが何ぶりかわかんねえけど。これもう一回ペリッパーが出てくる。なるほど、ホエルか。レッドカードホエル型。ちょっとステロがかさんじゃうのが痛いね。まあ、ただ、霊火で削っとくか。これ霊火ちょっといこうか。これ多分ホエル連打とかされるとかなりきついので、これ、霊火でいくわ。オッケー、いい削り。ホエルが来てしまう。いや、じゃあここで俺カメックス来てほしいんだけど、これ。むしろ。むしろな、これ。カメックス。え、来たよ。さあ、ここで、まあ、ステルスロック2回ね、食らっちゃうのは痛いんですけど、雨受け皿で、これ夢特性ですね。これ激流の夢特性の、雨受け皿でしっかりと回復をね、ちょっとでも入れていくと。で、ただ追い風がね、あと1ターンで終わっちゃうっていうところあるんですけど、もうここはですね、まあ、多分かなりの火力が出ると思うわ、これ。メガネで雨降ってるんで。え、じゃあ行きましょうか、これ。うん。これ、潮吹という技、海洋画とカメックスしか使えません。行きましょう。潮吹き。さあ、潮吹きで、サザンドラ取っていく。いやー、これね、殻破カメックスとかいますけど、まあ、結局やっぱ潮吹きが強いからね。これ、雨受けたらさらに回復して、これで、潮吹きのね、火力もちょっと、戻していくので、ただここで風が止んでしまう、サーフゴーが来るか。うわー、ちょっと、風が欲しいよね。もうちょっとね。いやー、これサーフゴー。上一応ね、取られちゃってるんだよね。今回純速で育成してるので、素早さが130というところで、サーフゴーが素早さで振ってたら、もう絶対抜かれちゃうんですけど、いや、どうすっか、これ。無理に戻してもな
これフェリッパーでもう一回追い風行ってってやりたいんだよな。でもね、かといってこの夜猿をミスミス切るわけにもいかねえかなと。いや、これカメックス切ろっか。うん。上取れたらラッキーぐらいでいこう。おっと、トリック、ちょっと待てよ。こっちメガネ持ってるんで。スカーフか、なるほど。いや、でもオッケーオッケー。そしたらサーフ号の上まくれると思う。さあ、使用吹きで、スカーフしようけ。いいダメージ。そして雨受けだで回復して、来たよ来たよ。さあ、そして潮吹きを連打していく。これ捕まったんで、よっしゃ。これ潮吹きの火力多分100、最大150から今130、40ぐらいまで上がってるんで、さあ、雨はまだ続くぞ。ほぼ満タン。まあ、あと、どうだろうこれ。150出んのかなこれ。さあ、ガブが来てしまう。いや、でももう行くしかないでしょ。スカーフ相手が持ってたってことは、もう行くわ、これ。もう水テラス。で、雨続いてる。潮気。いや、これ、行ったんじゃねえか。だってガブ最速でも169だもんな。ってことは、130のスカーフで、まあ、多分180、90、90ぐらいになってるから。いやー、これ、もう雨で行くか、これ。どうだ。さあ、潮気入った?さあ、ガブリアスを、ぶっ飛ばせ!急所は絶対いいんだ。ああ、どうだろう。多分無駄。多分無駄、急所、うん。でしょう。うん。あらした。一発目から3打でしてたわ。タイムマッチングしました。朝お願いします。相手のパーティーがアローラ・キューコン、ガブリアス、ラグラージ、サーフ号、サダンドラ・ブリジラスというところで、600族がかなり多いんですけど、キューコン初手来るとめんどくせんだよな、これな。なんで、初手ちょっとプラスル行ってみようかなと思います。これ結構いい感じかもしれない。で、裏から、これペリッパーとカメックスでいいんじゃないでしょうか。お願いします。はい、お願いします。うわー、初手サーフ号だった。プラスルちゃん行っちゃいましょうか。サーフ号一番なんか来なさそうなポケモンから来た。なんかさ、キューゴンかラグラージあたりから来るかなと思ったんだけど、そしたらまあ、ミスミスプラスル捨てるわけにはいかないんで、ボルチェンでいきます。これスカーフ持ってるんで、サーフ号よりは絶対早く動きます。さあ、ボルチェンがいい感じで入っていく。まあ、そしたら、まあ、電気技来ないことは見越して、しっかりペリッパーで雨を降らしていきましょう。さあ、ペリッパー色違い出してって、さあ、雨降らしをしていくと。あー、トリックか。なるほど。だったらば、プラスで受けてもよかったんだけど、さあ、スカーフをゲッティングしていって、湿った矢を出していくと、スカーフ持ちサーフ号いたの分かったので、じゃあこれさ、もうカメックスで全部いけるね、これ。これ、追い風いくわ、これ。ちょっとこだわっちゃってるんですけど、うん、ここはちょっとね、もう追い風いこう。これこだわってても、もう追い風、ね、うん、次のターン打たなくても、うん、引けばいいんで、そこはなんとかしよう。さあ、シャドーボールで殴ってくる。結構入る。ちょっと待ってよ、特防ちょっと考えてみようか。90、96。あ、プラスルの方が特殊耐久高いんだ。いや、これでもう相手が殴ってきてくれることを信じて、これ追い風に2連続いっちゃおう。なんで引っ込めんだよ、おい。うーわ、キューコンか。ちょっとそれやめてほしかったです。いやー、追い風が、決まんねえか。じゃあね、プラスだ。オールラベル貼られちゃうよな。ターン数をうまく稼ぐしかねえな。さあ、プラス行きまして。まあ、オーラベール来るよな。したらどうすっか、これ、すり替えで、なんか嫌がらせした方がいいかな。多分、光のエンド持ってるよな、これ。追い風ターン考えて、俺が行ったんだから、ここすり替えてもいいんだよな、面白いよな。いやー、ちょっと待って、これ追い風ないとかなりきついゲーミングになるから、いや、雷だ、じゃあ。当たれ。なんで当たんねえんだよ、雪も、なんか雨と一緒だろうがよ、おい。あ、ムーンフォースを打っている。プラスルは危ない。速攻ダウンが痛すぎる。追い風やむ。ってことは上取られて?いや、上取られてないってことは、待って、キューコン素早さ振ってないな、これ。いや、これキューコン素早さ振ってないよね。これ分かったのでかくない?これ。待てよ、これ素早さ振ってない。いや、そっか、スカーフ持ってるからか。あ、ごめん、スカーフ持ってるから絶対早いんだ。ペリッパー行って、裏で救急車めっちゃ鳴ってるんですけど、
いやもう攻撃で決めるしかねえよこれ。分かった頼む。オッケー入った。これあれじゃない、あのなんだっけ、フリーズドライとかで倒してくれるんじゃないこれ。あーちゃんとしてるじゃん。あーちゃんとしてる。あちゃんとガブ出すじゃん。いや引くわじゃあ、うん、剣舞待てよ、剣舞ガブ、剣舞ガブでどうにかなると思ってるか。いやこれね、追い風が一応一旦残ってるんですよ。でもオーロラベールが残っている。で相手はテラスタルを残しているので、いやもう行くかじゃあこれ、うん、これガブ倒すしかねえ。で多分相手ガブレアステラスタル来るから、さすがにここの霊媚だけをケアすれば相手は勝てると踏んでくるんで、もう最大火力の雨水テラス潮吹き行くしかない。そうだよな、テラス来るよな。ワンチャン炎とかあるからねこれ、ガブリアスって炎だったら絶対持ってくよこれ。うわーフェアリーってなんじゃい、なんじゃい、なんじゃい、なんじゃもんじゃ、潮吹きの火力を見せつけろ。うほいや多分有効かな、どうだろう。急所のおかげでだってオーラベール貫通だもんな、有効っぽいけど。いや追い風は止んでしまう。サーフ後はスカーフだったんだよな。サーフ後は最速か、最速サーフ後に多分上取られてってなるので、雨が残りなんか、うわ、これ厄介だな。カメックスを信じるしかねえか。だって、こう引いたらさ、引いたら雨絶対一生降らせられないもんな。血を引こう。ゴルラ、いや、待て、それは耐えるよ。耐えて、いやーでも結構、食らっちった。どうだ潮吹きで。いやー壁あるからな、これ。おお、持ってった。いや、まだわかんねえぞ、これ。いやワンチャン生まれてねえかこれ。なんだっけ、雨が上がっちゃうじゃん。であ最後アローラ球根が出てくるんですけど、オーロラベールとムーンフォースでしょ。いやーこれカメックスワンチャン見えてないか、これどうだ。オーロラベールももうないし、これ雪降らし来るんですけど、ここでペリッパー引けばまだワンチャンス生まれんだよな。これシャドウもない感じ、いやでもシャドウあったよな。なんでゴールラッシュ打ってきたんだろう。ペリッパーで雨降らせれば、これで、オーロラベールは打てない。オッケーオッケーオッケー。そしたら、いやー、追い風打ちてんだけどさ、いや、追い風打つ必要ないか。ちょっと待てよ。追い風打てば絶対カメックスのラストラスターカノンで勝ちなんだよ。いやー、これ、タクだ。これ追い風打っちゃうとこだわっちゃうんですよ。で、僕、キューコンはそしたらオーロラベール連打で風枯らせばいいじゃんっていう。思考になるんだよ。いや、だったら、いや、オッケーオッケー。いや、これね、追い風打つわ。これ、俺、こっから、多分、連続3ターンぐらい、タクが生まれるんだけど、これ、追い風打っちゃっていいです。あ、もうこそ、オッケー。これは、勝った臭い。いや、これね、オーロラベール、相手が今のターン打って、ペリッパーを相手が残してくると、追い風のターンどんどん枯らされてってなるんですけど、そこで、オーロラベール連打のところで、うまくカメックスに交換してっていうね、タクを考えたんですけど、これ普通に勝ちました。4倍弱点、ラスターカノンで、いつもです。ありがとうございました。いや、これ、奇跡だな、これ。相手のサーフ号が、あそこでゴールラッシュ打ってきたのが、意外でしたね。それと、うん。多分、あそこシャドボ打たれてたら、潮吹きの火力下がって、で、サーフ号に耐えられてたけど、勝ちました。ありがとうございました。はい、マッチングしました。清丸さんお願いします。相手のバディがカエル、サーフ号、ガチグマ、ブリジュラス、マスカーニャ、ラウドボーンというところで、マスカーニャだけがちょっと厄介かな。まあでもブリジュラスも、まあカエルもそういった厄介なんだけど、そしたらそうだね。まあとりあえずもう、でも行こうか、もう、ね、ペリッパー、そしてカメックス裏行って、で、ラストはそうだね。まあこの世代結構入りが良さそうですね。お願いします。はい、お願いします。ブリジュラスから来るか。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、そしたら、ペリッパー一発かまして、
いや、ただね、このブリジュラスがエレクトロビームとか持ってたら、普通にぶっ飛ばされる運命見えちゃってるんですけど、ブリジュラスかちょっとカメックスではね、打点がないんですよ、レイビーぐらいしか。初手に出てくるブリジュラスってことは、まあ、ステロとかだと思うんで、だとしたらこれ一発殴るか、レイビーで。一発ちょっと殴ってみよう。オッケー、さあ上取っている、さあ冷凍ビームで。うん、全然削れない。持久力、まあ多分ステロ型だと思うわ。ステロは巻かれてしまうが、いや、そしたらこれいいわ。うん、これ霊美でちょっとブリジャースを削ろっか。多分ある程度削れれば使用危険で入ると思うんで、さ霊美で、ちょっと硬いね。これ HD とかじゃねえかな、これブリジャース。あー、流星群はこれプリッパ耐えるか。ノー、耐えていく。いいよ、偉いよ。さあ特攻ぶん下げて流星群ステロ。いや、そしたらもうこう、追い風いっちゃうか、これ。これ、追い風いくわ。多分、このフェリッパ倒しに行くんじゃねえかな。倒してくれたらめちゃくちゃラッキー。オッケー、ボディープレイ、よしよしよし、来た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 。これ、最後ね、追い風浮いてたんで、これ、追い風のターン、フルフルで使います。そしたら、もう、カメックス行くしかないでしょう。さあ、カメちゃん行って、もうステロ入っちゃうんで、これ、使用機の火力が下がっちゃうんですけど、一応特性のね、雨受け皿でちょっとずつ回復ができる。で、雨追い風フルで使える。さあ、行くぞ。そしたらもうこれもう、行くわ、これ。水照らし使用機もう行くしかない、これ。ちょっとね、ブリジャースの特防がかなり高いと思うんですよね。フェリッパ結構特攻に振ってる、ね、冷凍ビームで。あの程度ってことはちょっと水テラスは必要なんじゃねえかなと。言ったところでカメックスさん行きましょう。お前は殻を破るじゃない。潮吹きで攻めて攻めて攻めまくるんだ。はい、ブリアザー、よし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 。よし、まず一匹しっかり突破していって。で、これ追い風残り2ターン続くんで。しかも雨受け皿で。さあ回復して。で、潮吹きはね。威力が HP 依存なんで、うわ、海流が来てしまう。この海流がですね、まあ、ドラゴンタイプで半減っていうのと、まあ、神速とか持たれてたらね、上からぶん殴られちゃうんですけど、いや、それでも一発ちょっと潮気殴っちゃったらいいと思うわ、これ。おー、潮気入る。神速は打っていない。それ舐めてねえか、海流さん。うわー、微妙。あー、激鱗か。いや、どうだ、かかみつか、耐えるか。うわ、耐えない。これ、鉢巻きだ、これ、海流な。オッケー、オッケー。いや、カメックスね、じゃあ、それや、十分やってくれたわ。あとは、鉢巻き激鱗だと思うんで、こう、しっかりこの世ザル行きまして。で、まあ、多分、ビルドアップを積んでる暇はないんじゃないかなと。で、むしろ裏がね、結構、いい感じなんで、この世ザルが。なんで、ここはもう、冷凍パンチで上から倒しちゃおう。素早さ接続的にはね、もうこっちの方が早いんで、こっち最速食ってるんでね、しっかり回流取れると。さあ、ラス1が何が来るかって感じか。もうさ、追い風やんでしまう。まあ、今のはね、いいでしょう。ただ、裏が、うわー、これガチグマだ。いや、ガチグマ来ちゃうか。あ、そしたら、ドレパンで殴るか。いやー、どうなんだ、これ、冷パンで凍らせに行った方がいいんじゃねえかって思うんだけど、いや、それでも一応ドレパン打っとこう。エラスタルがフェアリーとかじゃなければいけるんじゃねえかなと思うんだけど、ノーマルテラス、オッケーオッケー。いやー、これインファイトだったらっていう話はなんないでほしい、これ頼む。さあ、ドレインパンチで、半分かってことは、インファイトは落ちてねえな、これ。さあ、 HP 満タン、こっからどんぐらい耐えられるか。ブラッドムーンノーマルテラス、これだろ、タロって。いや、もうでいいじゃん。じゃあもうさ、カメックスで潮吹きなんて打ってんじゃなくてさ、こいつでブラッドも打ってりゃいいじゃん、そんなんさ。なあ。